こんにちは、田沼意次です。さあ今日はボリューム39ということでしてね、この放送では聞き流すだけでコードに詳しくなってしまうというのをコンセプトに、毎日やってますと、まあ、言ったことはないんですけど、まあ、3、4分の動画2、3分かな収まってるんで、毎日見てみてください。それでは、今日は Cm7 のですね、 C で下から G、D、E フラット。まあ最近ここが固まってこう下がってきてるんですけど、またここは今日5、9フラットサウンドになると結構シリアス度が増しますね。全くジャズっぽくはないって感じなんで、例えばこんな、これはシリアスですね。これもう知り合い全員死んで途方に暮れてるシーンですとか、まあ、こんな音楽やらないよっていう方は、C マイナーだったらマイファニーバレンタインなのか、このまんまこうかな、こんな感じで使えて、あとさらにこのマイファニーバレンタイン C マイナーでこうクリシェで下がってくるじゃないですか。ここでもいいんですけど、ここの特にフラットセブンにルートが来た時に、この手のやつはとても収まりがいいですね。自然ですね、だいぶ自然です。これやっぱここが6度になってるのもいいんでしょうね。ここ6度で E フラットと G が6度、6度は収まりがいいですからね。でこっちも、1,2,3,4 フラット6になってますね。G と E フラットはフラット6で、まあこういい感じに分散されてっていうのもあれですね。これだけ取ったらもう E フラットメジャーの、これなんつうんだ、まあ、E フラットトライアードのドロップ2っていうのかな、いい感じに分散したやつ。これ自体がもうだいぶ収まりが良くて、これにナインス足してこう半音でぶつけるというこの感じ、とてもおすすめです。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。次は400目指して、なかなか